受け身は自分の身を守るための大切な技術です。受け身をしっかり身につけることで投げる人も受け身を取る人も安全に安心して稽古をすることができます。強い力に対しても力まず、硬くならずにしなやかで柔らかく体を使っていくことが大切となります。合気道の稽古においては自分の身を守るための受け身という意味だけでなく、相手の技を自分の腹でしっかりと受けることで受け身を通してしなやかで強い体を作っていきます。また受け身のタイミングが上手な人は投げるタイミングもとても上手です。合気道では受け身を通して強い体を作り、体の身体感覚を磨いていきます。初めて明かされる美しい合気道の秘密、難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化、 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる、こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道の全てがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。